15年にわたる徳川幕府、それを村から支え続けた大奥だが、おさらに大奥で可愛げられた可愛いワンちゃんも登場。今口の中入れました。今宵誰も見たことのない大奥が暴かれる。大奥ですね。大奥の奥まで見愛されたあのペット、うん、チンをですね、うん、今日はあのスタジオに連れてまいりました。どうぞ。はい。あ、かわいい。かわいい。目の上出てる。馬鹿にされてんじゃないんですよね。抱いてもいいそうですから。いいんですか。いいですよ。言ってください。一回も舌を中入れないんだけど。入れないですね。出しっぱなしですね。白木から献上されたのが始まりということで、うん、当時はその犬と猫の中間に位置する動物となんか言われてたみたいですね。大名屋敷であの愛玩されていたチンにはですね、専門のお世話係がいて、まあ、健康を管理する専門のチンドクターもいたと。チンドクター、チンドクター、まあ犬久保と言われた、ね、徳川綱吉さんの、うん、その生類憐みの例、今日は犬に関する法律のみ抜粋ということで、うんうん、まず犬の虐待は最高で死刑です。あら厳しい。で、子犬が外を歩く場合は母犬をつけて子犬が怪我をしないようにすると、今口の中入れました。今ちょっとこれはどのくらいの時間おきに入れるんですかね。ほらほら、あ、本当だ。最近あのイタリアのトリノ市では生類憐みの例も松尾 の法律ができたっていうのはニュースで聞いたでしょ。1日3回犬の散歩をしなければいけないとかあるんですか。で、罰金が6万5000円です。高いね。そんなに。いやいや、マジにダメ人間の街なんだ。